はい、どうも皆さんこんにちは。こいこいゲームチャンネルのこいこいです。まあ、沖縄なんだかんだ忙しい日々が続いておりますが、収録する隙間時間ができましたので、今回は、発表からね1週間と少し経とうとしているメジャイ新ヒーローですね、こちらの、使ってみた所感と、あとはキャラの紹介をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。メジャイね、端的に言うと僕はまあウォリアーズ・エンド内容の動画も上げていたんですが、実際使ってみるとモンスターハンターのスラッシュアックスのような変形しながらねこう連撃を繰り出せるような仕様なのかなと思ったところ、ちょっと違ったというのがまず分かったので、購入を考えている方や1ヶ月後の無料開放の時に開放しようと思っている方はぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速見ていきましょう。それでは両刃モードのムーブから見ていきます。本チェーンは弱と強を交互に繰り出すことで無限チェーンとなります。両刃モード最大の特徴はこの無限チェーン時のスパーマの発生の速さと攻撃範囲が広いことにあります。弱矢印、弱矢強、矢印強など同じ攻撃をするとチェーンが終了します。スパーマの発生の速さを生かしステップ攻撃や回避後の反撃を受けつつ、こちらの攻撃を当てると良いでしょう。両刃モード時のバッシュは前ステップと弱攻撃から発動できます。発生は遅いのですが、当たれば敵を拘束し20ダメージを与える投げ技を繰り出せます。その後は確定しませんが、弱か強攻撃でチェーンを継続可能です。サイドステップ強攻撃はそこそこの回避性能を持ち、チェーンを開始できるオープナーにもなります。前ステップ強攻撃はかなりの距離を移動する攻撃です。奇襲に使えるかもしれません。またオープナーでもあります。範囲攻撃は360度攻撃できる技になっており、後ろにも攻撃範囲がある珍しいものとなっています。燃費がかなり良く、オープナーでもあるため気軽に振っていける性能となっています。両刃モードはガード不能攻撃がない代わりに、レーダー並みに速いスパーマの発生を生かすモードと言えます。このモードは基本チェーンは両刃モードと同じく無限チェーンとなりますが、スパーマを持っていません。その代わりにフィニッシュ強攻撃がガード不能になっています。バッシュは両刃モードと打って変わって発生が速く弱が確定します。チェーンも継続できるので弱矢印バッシュを繰り返し行うことが可能です。硬直が異常に短く、ブツのバッシュ並みに少ないです。攻撃のガードはもちろん、崩しも返すことが可能です。サイドステップ強攻撃の性能は両刃モードとほぼ同じです。しかしオノモードはフィニッシュ強攻撃がガード不能になるため、この技から強攻撃を続けるとガーフになります。前ステップ強攻撃は突進スピードが上がっています。範囲攻撃は前方180度程度を攻撃します。オープナーのためガーフにつなげることができます。このモードはガーフとバッシュで敵を崩していく戦いになります。よく似た性能のバーサーカーと違い、弱指導なら3発目にガーフとなるため、感覚の違いに注意しましょう。モードチェンジは左ステップを後ろに倒し、崩しボタンを入力すると発動できます。このキャラを象徴する技ですが、いろいろ小ネタがあります。最大の特徴は隠し攻撃の後引きをモードチェンジで消すことができるということです。なので斧矢印両刃を行き来しながら攻撃ができるのですが、チェーンは継続せず、攻撃方向を変えると変形後の攻撃が遅くなるので、チェーンにモードチェンジを織り交ぜるということはできません。ではどういう時に活用するかというと、通常両刃モードのバッシュは避けられると崩しが確定しますが、後引きをモードチェンジで消すことで崩しを返すことができます。これにより両刃モード時のバッシュのリスクを下げることができます。しかしモードチェンジ中はガード判定が消失するため、攻撃に対しては対応できません。以上がムーブの紹介です。次はジュエルとドミニオンの実戦のダイジェストになります。はい、
って甘い。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は新ヒーローのメジェイを紹介してみました。個人的にはドミニオンで輝けるキャラかなと思います。個人的にはビジュアルも好みですし、ニツモードを切り替えて戦うのはとても楽しいですね。その代わり他キャラからのモーション流用があるので、そこが気にならない人であれば買っても良いかと思います。今年もう一人の新キャラにも期待しつつ、フォーナーを楽しんでいきましょう。今後もこういった形になりますが、動画を投稿していきますので、チャンネル登録高評価、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、ホイホイゲームチャンネルでした。また戦場でお会いいたしましょう。またねー。動画をご視聴いただき、ありがとうございます。ホイホイゲームチャンネルは、剣撃アクションゲームを中心に、毎週金曜日に動画投稿、毎週日曜日に生配信を行っています。もしよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた戦場でお会いいたしましょう。